皆さんこんばんは、たった今善田さんの定期のリハーサルを終えたところです、私はもう前から初めて善田さんでお会いした時からもう本当に前さんが大好き で、まあ、去年やむを得ずキャンセルという、まあ、事件もあったんですけれども、今回は無事に来日してくれて本当に本当に本当に嬉しく思っています。で、そうですね、まあはっきり言って生きているだけでも偉いおじいちゃんが誰よりも若さを保って指揮をしている姿というのはまずもうそれだけで感動ものなんですけども、でそれだけではなくて、あのなんというんでしょう、もともと死んでいるような音楽でもマエストロの手にかかると全てが生き物になっていくという、そのリハーサルが本当に楽しくて、でうん、本当に見に来ないと損だと思います。そうですね、例えば今日のリハーサルでマエストロがおっしゃっていたこととしては、あのもっと自分の言葉で喋るように弾いてみてくださいとか、あとそのまあもちろん拍子やテンポは決まっているけれども、その中でもっともっと自由に音楽をしてほしいとか、そういうことがまあ中心だったんですけれども、でまあ実際それでどんどん音楽が生きていくっていうのをもう今日体感しているので、そうなると本番になったら もっと絶対面白いものをお届けできると思います。